キラリンキラリン、ねえねえ、そこの人、スタービス持ってない。スタービス食べたいな。一本一本食べたいな。キラリンキラスタービス、1200食べたら大変身。というわけで、いきなりこんにちは、ウルです。というわけでね、今回もマリオギャラクシーだ。マリオギャ&ギャラクシーっていうとこだった。マリオギャラクシーやっていこうかなと思います。というわけで、いきなりハーピコチコに食わせていきましょう。はい。オッケー。うん、聞いた。お腹いっぱい、じゃあ張り切っていってみよう。ブレイム、プリーズ。ヒー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 。はい、というウィザードの変身音ですね。いや、もうね、どんだけ変身音ね、もう俺もうネタが尽きてきたよ、これ。なんで最初仮面ライダーの変身音でやっちゃったのか、もう、わけわかんない。デスプロムナード。名前怖っ。やっていきましょう。ちょ、危ねえ、スピニング反応しなかった。てか、スターピース818個か。もっと欲しいな。稼げるステージやってくれ。何なんてステージ、お化け街道最速王は誰だ。なんか嫌な感じすんな。どういうこと、何これ、ホラーマンの頭蓋骨、やっぱお前じゃねえか。お化け街道まっしぐらですけど、お化け街道ってかステージこれだけ。あ、こっからスタートなんだ。このホラーマンの頭からスタートなんだ。てかこれ毎回背景重いけど、背景怖くない？雲の形人の顔してんだもんだって。え、これお化け街道っつったけど、どう行けばいいの？とりあえずこれ行くぞ。あー、お化けマリオで行けってことか。ちょっと待って、これ看板読んどいた方がいいか。ヘイ、俺のは、河田バーン、お楽しみ郷土。お化けの操作覚えてるか。クリスタルは、ハーンを振るか。ワイで、スケスケ状態へ抜けられるぜ。風乗れば早く出てきて、壁にはぶつかんないよ。なるほど、なるほど。で、A でこうやって振って、なるほど。まあ、とりあえず A で連打して、そうだ、その調子で浮かべってわけで、A ボタン連打で浮かぶんだよね。オッケー、多分その分あれなんだろうな。壁にぶつかったゲスくんのな。キ、お前はあれが欲しいのか。だって俺様と、勝負で望むところだ。え、正直、テレサどうしたらあいつの方が有利じゃない？いきまーす。3、2、1、ゴーシューというわけでいきましょう。さあ、これで、まあ、とりあえず、これでふわふわ置いておきます。で、落ちるときは何もせずに落ちるってことだよな。つまり、こんな感じで落ちろってことだよな。で、これでこっち行きまして、はい、スケスケ。オッケー、いいよ。ナイスケスケ。ナイスケスケですね。で、これ何？これは風に乗ってきゃいいの、とりあえず。で、これは、ふーんと行きまして、これで、あ、取ると、あー、風が出るのね。ありがてー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 。で、これと、なんか、すごいバネみたいになるけど。うわ、何これ。うわ、くそ、バネで浮かされるのか。で、これ、あれ取りたいねってわけで、これ取りまして、オッケー、風で加速。ちょ、待って、これ、お化けだから俺知らねえんだわ。そう、お化けだからこそ俺知らねえんだ。オッケー。で、これ、まあ、とりあえず落ちていけばいいのかな。とりあえず落ちていきましょう。どんどん落ちていこう。はい、スケスケ。オッケー、いいよ。あれ、お化けテレサ来てる？お化けテレサ来てる？ちょ、待って、来てるか、あいつ。ちょ、それが不安。てか、それ以上に俺すごい壁にぶつかる。まあ、これぐらいだったら平気でしょうというわけで。さあ、これ、あ、これゴールっぽいな。オッケー、余裕。あいつ来てるかどうかすら不安なんだけど、むしろ。なんだった、これ。キ、49秒88か。まあ、約束だ、これはくれてやるよ。意外とこいつ優しいんだよな。さて、これでゲットかな。これ、急に目の前マリオになったらあれなのか。てか、この骨たちは何なの。これ何、テレサレースの負けた者たちなのかな、これ。怖えな、俺負けたらこうなってたの。危な。さあ、というわけで、まず1個目ゲッチュー。さて、他のステージを繰り出していきましょう。レッツゴーゴーゴー。いや、まあ今回とりあえずフリップパネルギャラクシーやっていこうかな。いや、これ、もうあれだね、もう、俺はもうこっからもう、ただ単にスターをコンプしていくだけの男になるね、もう。もう、あとはもう最終決戦のクッパ用に備えて、あとはもうこれを集めるだけのステージになってきましたね。というわけで、黄色く染まれ、フリップパネル。黄色く染まれっていうの初めて聞いたな。あー、なるほど。ワンステージしかない感じなのかな、この感じ。いやだ、絶対俺こういうの遠近感見せて落ちそうな気がすんのよね。てか背景すげえマリオじゃん、昔の。で、これどこに降りんの？そこ！そこですか？またいやらしいステージ。で、これはまあ、こう行って、ここで。で、まあ、これはとりあえず、あいつがこっち側に来た時に乗りゃいいんでしょ？これ、クイックコメントとかってあんのかってか、見えねえ。あいつ来んのかどうか、見えなすり。オッケー。まあ、とりあえずこれで乗りまして、で、どうしよっか。とりあえず、ここ落ちたいけど、とりあえず、こいつがあっち行った瞬間、おいと行きまして、これで、俺落ちまして、で、ここ行って。わ、マジあいつ電気出すのかよ。いやらしいわ。で、とりあえず、これ出して、どうしよっか、これ。まあ、こやつが3個ぐらい出したら、こう行って、で、戻れるように、こいつあまり踏まないでおきたいな。オッケー。で、これ、あいつはどういう挙動？あいつは、なるほど、真四角に移動すんのか。で、これ、こっち行って。オッケー、いいよ。あ、でも、どっちみち踏まなきゃだな、この感じ。あ、でも、こいつに乗ってけば意外と、連れてってくれるか。オッケー、オッケー、いいね。で、これで、あそこの部分と、あいつのいる部分を踏めば、俺は完全クリアというわけですか。危ね。どうしよっかな、これ、ムー大陸だな。はっと言って、はっと言って、はっと言って、ボン、ボーンと言ってまして、ヒップドロップン。オッケー、完璧よ。
あ、これでスターなんだ。敵なんか俺スターリング出るもんかと思ってた。で、高いからこいつ踏んで上げてもらえばいい。あ、お前デッキ出さなくなるんだ、クリアすると。両者、あ、てかちょっと待って、背景。背景あれだ。クリアあれ、2面に変わった。1の2に変わってる。シャレオッティ。というわけで、バンバンバリッシュギャラクシー。キーク床の奏者奏者はぁ、あ。なんでこりゃ。キノピオ隊長も、キノピオ隊長じゃない。キノピオ隊長の軍団までいいんじゃん。で、スターピースは全部回収しとこう。で、スターリングあそこで下にない。あ、落ちろってことか。お前何してんのこのとこで。よ。ここにいるか、踏むと消えます。気をつけて。知ってる、知ってたわ、なんなら。結構前から知ってたわ。で、これまあ、とりあえずこっち行きまして。で、お前らこんなとこで何してる。うわ、すげえな、ガクガク震えてんじゃん。どうしたお前、むしゃぶりか。で、お前は床途中なんかいくつか踏んで消してしまいました。お前が消したのか。危ないよね。本当にそう思ってんのかよ。笑顔なんじゃねえの。すごいなんか、後ろに太陽あるせいですごい頭が輝いてるように見えんだ、お前。で、とりあえずこれは何？あ、金がすごい出る。おーおーおー、なるほど、消えるまでの間、叩けたってわけか。で、これ奏者っていうぐらいだから。ですよね。これ、あれですよね。とりあえずあれでしょ？これ、あれでしょ？これ、とりあえずこれ、全部辿ってけってことでしょ？これ、こっち行っちゃっていいのかな？こっち行っちゃってよかった、これ。これ、こっち行っちゃってよかったから、みんな。あれ、これ、どうなってんだ？なんか、すごいまばらになんか置いてない？これ、大丈夫？俺、取っちゃって平気だった？ちょっと、あれか、ちょっとずつ踏んでいくか。これ、ちょっとこう言って、なんか前行かなくて積んだ覚えあるかな？俺、積んだ覚えあるか。なーがす、オッケー。とりあえずこれ踏んで、あれ？これ、ちょっと前より簡単じゃない？前全面だったもんね、これ。あれ？え、これは？終わり！そして前と同じ。前の劣化版だな。俺は先に難しい方くれしまったんだな。まあ、とりあえずこれちょっと待ってね。入っていって、幅止めて適当にゴー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 。取るのか？取れた！オッケー！スピンスは空中であれだね。軌道修正してくれるわ。オッケー！じゃあ次行ってみましょう。早いぜ。あと次は皆様大好き、スターダードギャラクシーですね。引っ張り眉と雲キング。はぁ、あ。引っ張り眉、雲キング。なんか、新しいワードが多すぎて、なんで、どこにクモキング要素あった？あ、どれがクモキング？あの小さいクモ？肩払いたいわ。あ、というわけで着きましたと。で、これ、キノピオ隊長の隣にいるね。このキノピオの船内には誰もいないかな？オッケー、いなそうだね。じゃあ、よくすキノピオ隊長、相変わらずライトが眩しいね。何？パースターを探していた隊員があの星に行った気に帰ってきませんね。もっと心配しろ。心配してあげろ、隊員たちをもっと。あいつ全然隊員のこと心配しねえじゃん。もう、全くダメな隊長だ、ほんと。あんなが隊長でよくあいつはついてこようと思ったな。まあ、とりあえず、どんどん先進んでいきましょう。で、今回こっち側ルート行くんだ。珍しい。で、ここに行くのか。で、まだか。おぉ、ちょ、待ってください、待ってください、オッケー。あ、てか、腹ペコチコ、え、ちょっと待って、腹ペコチコいるのか。だったらちょっと戻ってスターピース回収してくるか。そうしよう。入れるとは思わなかった。ただ一応スターピース40個くらい集めてきたけど、果たしてお前が何スターピース必要かだな。はい、オッケー。キラリン、キラリン、あんなにね、そこの人はスターピース持ってない。スターピース食べてえな。あ、もうそれも、いっぺ。あ、キラリン、キラリン、スターピース、50個はちょっと足んねえから集めてくるわ。ん、あるかな、4、あと9個。はい、では50個集めてきたんで、ゴーシュート。さて、これで50個。果たしてこのギャラクシーは一体何人か誰か。なんか今回腹ペコチコとかそういう番外編ばっかやってる気がすんな。んー、キド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 。お腹いっぱい、じゃあ張り切っていってみよう。それ、キュー、ツー、ブー、ワン、ツー、ヒョイーン。ごめん、ホーゼの編集音は、これが限界。ほぼ機械音だからできねえ。で、これ何ができるの？で、また新しいギャラクシーできるのかな？ねえ生首？え、生首なの？しかもヨッシー、しかも木星、ましてやクリボーに占領されている。どういう状況なのこれは。鼻の穴まで、なんか鼻の穴がすげえ噴射してるし。何これは。まあ、とりあえずこれをこうやって頑張ってりゃいいかなと思ったけど全然ダメだな。いや、これしかもここに踏んでも何もねえのかよ。まあ、仕方ない、これ踏むか。お前、すごいクリボーくんな。すごいよ。ああ、なんかすごい、なんかクリボー踏んだらカウント出た。クワン？いやー、ちょっと全然追尾したけど、場所悪いな、これ。みんな何人も、なんかすごいなんかクリボーに苦戦したんだけど、無駄に。なんかクリボーに吹き飛ばされの関係だったんだけど、おー、これでパワースターなんだ、意外。まあ、とりあえず行ってみましょうか。よっこしょー。はい、オッケー。いや、これはどういう題名のスターなんだろうな、っていうか、あのヨッシー目が死んでるから怖いんだけど。じゃ、今度こそ、引っ張り眉、クモキングやってきます。もう眉キングでいいわ、訳して、お前は。眉キングだ、お前は。オッケー、じゃあこっから先進んでいきましょうか。今、マリオガラス割んなかった。大丈夫かな、今の。正直今ので、マリオ頭血だらけになってたりしてないよね。実はこのマリオの帽子の赤い色はマリオの帰り捨てできた帽子なんです、みたいな感じじゃないよね。なんだ、なんでこいつらは、なんでこんなとこたむろとしてんだ。あ、いや、足元失礼しますね。あ、ちょっと足元して、うわ、助
離れないよ。僕にポイント合わせて、あーで引っ張って、それが画面直接タッチで引っ張って。見てみましょうか。おお、なんで今あれ反応した。え？これ引っ張れんのかな。これ引っ張って全くもって関係ない場所にクイッキーのピアタどうなんだろう。あれ？あいつどこ行った？あいつどこ行った？あれ？あいつどこ行ったんだろう？あいつはヤッホーっつってどっか飛んでたけど、まあ、とりあえずこれあれか。なるほどね。これで向き合わせつつ、ちゃんと引っ張んないと死にますよー的な感じかな。オッケー。なるほどね。こんな感じでちゃんと向き合わせつつ引っ張んないと死にますよー的な感じだね。オッケー。おお、意外と重力がなんとかしてくれる。で、これはちょっとお前ら邪魔だな、邪魔だね、って言っといて。で、てか、あそこライフアップ機能があるけど、まあ、一か別に。で、ここら辺なんか飛んでいきまして、よく見るとなんか宇宙のなんかゴミどもがなんかすごい散らかってね、ここ宇宙なんかデブリって言うんだっけ。で、あ、なに、あれ、あそこに突っ込めばいいの？なんかやだな、なんか形。まさかあれ自身がクモキングというわけじゃないな。なんか形やだけ飛び込みます。で、これどうすんの？あ、強制的にちょっと軌道修正してくれた。あ、これ引っ張り。お、これは、もしてお前をぶつけちゃっていいんすか。あ、ダメなんだ。ダメなんだ。どんな気分？ありがとう、マリオさん。行って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 。まあ、行ってことで、ちょっとジャンプしたいだけなんです。これ別にマリオに、キノピオタッチした方がダメだったってこと、俺でもダメか。マリオだけ段違いの硬さ。うわ、確かにクモキングかもしれない。この見た目確かにクモキングかもしれない。なんだあいつ、なんか出してきそう。出してきそうだけど、どうしよっか、まあ。とりあえず避けていきましょうか。避けてって、これ瞬時にいっぱい、これでこういって、あれ絶対あそこに当てりゃいいんでしょ。ケツかこれ、ケツに当たるべきか。ドスコイ、あー当てたらなんか、なんかひるんだ。ひるんでるねーというわけではない。ケツに当たるとどうなる。うわ、なんか腹からなんか気持ち悪いんでできた。まあ、とりあえずこれでバチュンといって、あー2個連続で当てられはしないんだ。で、これで、ここら辺バチュンといって、オッケーオッケーいいよ。あーこれ厄介だね。自分たちのちょっと足場の補正みたいなのも消えるんだ。まあとりあえずここら辺から。あ、ちょっと外したか。で、ここら辺かな。よいしょ、オッケー。あ、なんか。で、これで1段階経過か。なかなかに頑丈だな、だとしたら。おお、なんか毒液出す場所ちょっと増えた。ちょっと増えたか、説あんな。で、これ多分こっち行く。ちょ、で、毒でも一撃じゃないんだ。だとしたらば、間に合って。え、顔面出すとこれどうなんの。あ、すごい、なんか顔面出したらすごいひるんでくれてる。じゃ、その間ちょっと後ろ回りましょうか。オッケーオッケーオッケー。多分こいつ後ろから毒液出せないんでしょ。あ、途中でちょっとジャンプ、なんつうんだろう。操作方法変わんのやだね。ってわけで、これで、血液ドン！オッケー。血液ドンですよ。さあ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 、これでさらにジャンプしつつ、で、これでさらに射抜いていっちゃって、まあ最初の方は人でいいのよ。人でやっちゃっていいけど、で、ここら辺だな。で、こっちへバン。オッケー。で、次、これ第2形態、もう第3形態まであんのかな。ありそうだよね、この感じ。で、ここら辺かな。バーン！助かーい！オッケー！どうしてそうなった。なんかすげえ神々しいな、この画面。じゃあ、とりあえずクリアしちゃいましょうか。レッツゴー。はい、オッケー。じゃあ、もう一スターぐらいやって、今回は終わりましょうかね。レッツゴー。ふふふふふ。あ、どうやらバスルームに腹ペコ力が現れたって言ったけど、お前何やねん。今日やけんでしゃばるな。んー、キュロリンキュロリン、ねえ、そこの人、そこの人、スターピース持ってないなーい。スターピース食べて、いっぴい食べてーわ。あ、キュロリンキュロスターピース、400個。あ、すっごい少ねえからあげるわ。どっこいしょーい。んー、聞いてきてきて、お腹いっぱい、じゃあ張り切って行ってみよう。ライジングホッパー。唐突なゼロワン。で、ここのギャラクシーは一体何を。はい、コクンアステロイドギャラクシー。まあ実質メトロイドだね。はい、というわけでコクンアステロイドギャラクシー、引っ張り前より飛んでるギャラクシー。もしかしてあの眉をクリアすることが条件だったのかな。いや、また眉好きだね。眉なんだこれ、ほぼ眉しかないじゃん。なんだスターピーすげえタムロしてんじゃん。何あれ。いや、大砲とか殺す気満々じゃん。うわ、マリオすごい回転してる。え、どっからスターピース飛んできた今。まあとりあえずスターピース全部回収しまうか。なんか回収しちゃうのあれだし、あれだからね、する暇なさそうだし。で、これキノピオはさすがにいないか。ちょっと待って待って、違う、今タッチしてなかったじゃん。今 A 押してなかったじゃん。今なんで飛んでったの。いや、マジで今の不良の事故よ、本当に。何でもしなかったからね、俺。引っ張ってすらいなかったよ、今。一瞬だったよ。刹那の見切り替えっていうぐらい早かったよ。今の死に方したい人はそうそういないよ。マジで何これ、スピンでも飛んでく。いや、スピンでも飛んでかねえよ。だってこれ A で引っ張って離すだもんな。何今のマジで。ちょっと納得いかんわ。あ、しかもこれタイミング合わないとダメやないかい。あ、ちょっとこれずれるだけでもアウト。なかなかシビア。オッケー。というわけで戻ってきて、まあ、これはワープを目印に飛んでいきゃいいのかな。
いや、あれちょっとやらしいな。これくしゃみとかで少しでもずれたらアウトじゃねえかと思ったら普通に落ちた。さてと、みんなここまでやってきて、でこれぐらいか。意外とこれなんかね、ちょっと平行感覚が違う気がするんだから、これぐらい。オッケーオッケーオッケー。これは何、これは何。あー、真正面から行っちゃっていいのか。後ろの大砲が怖いな。後ろの大砲に当たりそうで怖い。3発撃ったら離していいのか。ここだな。オッケー。でこれはまた人にあっち側にポンって行っちゃって、でここら辺で回収してもらって、これすげえスターピースある。でもうここだけで俺136回収してるもん。どういうこと。でこれどうしたらいいの。あそこ行っちゃっていいのかな。ここか。オッケー。まあ、別に食らってもすぐ戻ってこれるから、別にこれに関しては別にそんな怖くはないけど。でこれは当たればいいのか。え、あれは何、あのハテナは何だったんだろう。でも取りに行ったらなんか死にそうだから、ちょっとやめときます。ここかな。オッケー。で何これ、ファイヤーバーですか。なるほど、新春ファイヤーバーですね。まあここでしょう。でこれは何、どっち行けばいいの。あっち行っちゃっていいのか。でもあっち行くとなんか経由難しそうじゃない。あっち行ってみるか。ドン。オッケー、うます。オッケー。でこれはこれはまあタイミング見計らいつつ行けってことで、危ねえ、後ろのファイヤーバー当たりそうで怖かった。これはここでしょう。オッケー。でこれは、あー、スターにも直行でいいのね。直行でいいのね。直行便ね。ちょっとずれてるかも。ここだ！ごめん。見てなかった。で、みんな戻ってきたわ。さっきむしろこれよく青の、あの、青細い方の青色に当たろうと思ったよね、俺。どういうタイミングで行ったんだろう。ちょっと待って、なんかね、上の画面、下の方のマリオの引っ張り具合の俺のまっすぐ度を見ながらやってたから、さっき。青色の動き見てなかったんだよね。黄色い方は動きになんとなく分かったから、青色ちょっと背景の動画してるのに分かんなかったわ。これで決めるわ。ちょ、危ねえ。このファイヤーバー当たんない、大丈夫。それがさっきは気がかりで怖いんだけど、そのせい思いっきり引っ張れないのよ。いきます。ここ！なんで俺一回ほんと死んだんだろう。まあいいや、とりあえずみんな、今回の動画終わるわ。バイバイ。